ケイタさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日はですね、海外輸出無在庫販売ケイタ式の最新版設計図についてお話伺いたいと思います。はい。でいよいよまた最新版の設計図が公開されますけれども、はい、もう本当にこの公開される設計図っていうのは 100% 在宅完結型で、日本海外どこに住んでいても、はい、学歴、職歴、性別、年齢、才能一切関係なく稼ぐことができる積み上げ型のビジネススキームですよね。そうですね、はい。で設計図を習得してステップバイステップで仕組みを構築していくと。でその後はルーティーンを繰り返すだけで、年月日を費やして全ての作業を積み重なり続けて、売上利益、そしてポイント還元、消費税還付、そういう形で額がどんどんと増えていくビジネスモデルですよね。そうですね、はい。で啓太さんの、まあ、2020年の決算時点の実績では、はい、年商約3億円、はい、売上利益3600万円、はい、消費税還付1600万円、はい、でポイント還元1200万、はい、マイレージ200万ということで、利益合計6600万相当ということですよね。はい、はい、あとこのケイタ式海外輸出無在庫販売の設計図ですけど、第1期は2019年4月に初公開していただいて、第2期は2020年同じく4月って形で、はい、まあ、すでにこれまでね、2年近くにわたって実際に実践された方々がいらっしゃいますよね。そうですね、はい、うん、でその取り組みの中で月商1200万、まあ、年収でいうと大体2000万水準ですかね、はい、達成されているオーストラリア在住の専業主婦の方、はい、主婦っても男の方ですね、はいはいはい、あとは月商1200万、まあ、この方も年収2000万水準で達成されている東京在住、初帯を持ったばかりの新婚男性の方、はい、そうですね、まさにこれ携帯式で稼げるようになって、あとは月商600万、まあ、年収でいうと1500万水準達成された北海道在住夫婦の方、ね、はい、うん、その方々をはじめ多数の月商100万から500万以上実現された方々も誕生してますよね。そうですね。で海外輸出無在庫販売ケイタ式はサラリーマンの副業、ね、副業として起業する初めてのビジネスとして取り組みたいとか、あと独立後の本業ですね、独立を前提として本業のためのビジネスを構築したい、はい、あとは主婦の在宅ワーク、はい、外に出てアルバイトパートをするより自宅で家事の傍ら内職として取り組みたいとか、はい、あとは経営者としての第一歩、複数の会社を経営する経営者として活動したい、はい、まあ、というような、ね、目的すべてに対応したビジネスモデルですよね。そうですね、はい、うん、はい、ですので、あのケイタ式転売法に取り組む背景としましては、ケイタ式海外輸出転売無在庫転売のビジネスモデルの主な特徴としましては、一つ目は 100% 在宅で、完結可能、そして無在庫で販売できるという点です。で二つ目は、クレジットカード枠、50万から、つまり現金持たなくても、カードの枠さえあればできるという点が二つ目。で三つ目は、消費税還付といいまして、まあ、海外で販売しますと後でこう消費税が戻ってくるということで、その部分の現金が手に入るという点。四つ目が、ポイント生活、今あの日本ではポイント生活がどんどんこう流行っていってますけど、まあ、そこにまさにマッチした形で、まあ、コロナ不況でも、まあ、絶好調でポイントがどんどん溜まってるぞという4点が挙げられます。で物販ビジネスはありとあらゆるビジネスの基本ですので、ビジネスには物、サービス、情報と3種類が存在してますけれども、サービス情報は物販の応用要素がたくさんあって、自分一人でゼロイチと取り組み開始する場合は物販ビジネスから取り組まれることが、まあ、非常に推奨です。そうですね、はい、ではい、コロナから始まってやっぱりこのお仕事の在宅化、これが求められる中ですね、はい、100% 自宅の部屋でできるビジネスとしてはやっぱりね、最高っていうか、うん、はい、実現性含めて、まあ、最高のクオリティですよね。そうですね、はい、でやっぱりこの在宅対策としても現状推奨できる中ではもう最高の案件の一つになってるわけですよね。はい、さらには今米国、まあ、アメリカの大型 EC プラットフォームの Amazon や eBay のですね、急激な右肩上がりの状況が後押しとなってまして、品質豊かな日本国内の商品が、まあ、Amazon、eBay を通して世界中の方々からものすごい勢いで購入されている状況です。はい、うん、ビジネスモデルを構築されたミスター啓太さんご本人だけが実績出してるわけじゃなくて、すでに設計図公開といって2年が経過して、はい、100名を超えるね、はい、実践者が再現性を立証されて、はい、確かな案件ってことがね、すでに分かってる状態ですよね。はい、そうですね。なんで本当に真剣に学んで手順に沿って取り組み続けることってですね、学歴、職歴、性別、年齢、才能関係なく01になって、さらに継続することで、はい、年月の経過とともに積み上がり続けることが確認済み、ね、立証済みのタイミングでもありますよね。はい、そうですね、はい。
まあ、本当に今コロナがいつになったら収束するのかってまだまだね全然見えない状況ですよね。そうですね、全く見えないですね、はい、でこのタイミングで 100% 在宅で完結するねビジネスモデルを習得して構築することっていうのはとても意味のあるね一手だと思うわけなんですよ、はい、2021年最新版の携帯式海外輸出無在庫販売をね設計図を真剣に学びたい場合は、まあ、この専用のねメール講座を用意してますんでぜひそちらに、ねはい、登録してもらって学んでもらいたいなと思います、はいはい、では今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。